はいどうも宮田です。今日は4月30日ということで4月の末日なんですけど、このチャンネル4月から始めてなんと今日30日毎日投稿終わりです。イエーイ、成功したよっていう話ですねまあ今この状況で仕事がねだいぶ減っちゃって、まあ4月からまあなんか新しいこと始めようってことで YouTube を始めました。で最初ね1週間は毎日投稿しようって決めてて、そこができなかったら絶対やめちゃうなと思ったんで決めてて、でまあ1週間成功したってことで、まあ2週間やってみようかって言って2週間毎日投稿して、ここまで来たら1ヶ月やろうって言って1ヶ月投稿したんですけど、いやー頑張った。いや俺頑張ったでしょ。偉い。俺偉いね。本当に偉い。知ってますか？誰からも褒められなくても自分で自分を褒めるっていうのは人生においてすごく大事なんですよ。はい、ということでですね、僕自身の認知度もそんなに高くはないし、まあこんな弱小なチャンネルなんですけど、今ねいつも見てくれてチャンネル登録してくれて高評価とかしてくれてる人本当にありがとうございます。チャンネル登録とかね高評価とかがこんなにYouTube で動画を載せるにあたってすごく励みになるんだなっていうのは気づきになりました。で今日はねその30日毎日投稿ができたよっていうことで、一旦節目、明日から5月になるんでね、一旦節目として何話そうかなと思ったんですけど、今日は僕がフリーランスのカメラマンになるまでの話をちょっと話していこうかなと思います。まあね、なんかこうフリーランスになってからってすごくいろんなフリーランスの人とも絡みが増えたし、いろんな経験とかを知れるし教えてもらうんですけど、なんかまあよっぽどみんなフリーランスになるような人ってちゃんと堅実にやってるなって思ってて、僕がフリーランスになったのって本当にめっちゃ適当な感じになったのでなんかしっかりしなきゃなって思うんですけど、まあそういう点含めてちょっとお話ししていこうかなと思います。これからねなんか独立したいっていう人がいれば結構参考になるというか、まあ逆に頭悪すぎて参考にならないかもしれないんですけど、そういう人にぜひ見てほしいなと思います。はい、じゃあということで早速動画の内容に行きましょう。レッツゴー。ならないよ。はい、じゃあね早速今の僕の働き方というか、まあそこに至った経緯を話していこうかなと思うんですけど、まず僕大前提として高卒です。よくねフリーランスやっててこういろんな業種の人と会ったりとか、同業者フリーランスの人とかと会うと大学どこですかとか言われるんですけど、いつもこう肩身を狭くしながら高卒ですって言ってます僕普通に高卒で愛知県在住で、生まれは違うんですけどもう育ちはほとんど愛知県で、もう僕の地元とかは高卒で働く人が多いような地元だったので、もう僕も例に漏れず高卒で働き始めました。で普通に高卒から会社員になって5年ぐらいかな、同じ勤め先に勤めさせてもらって働いていました。まあその高卒でそのまま働きに行ったので、高校でねこう斡旋してもらって、斡旋っていうかあるじゃないですか、行ったところだったので別に特段やりたいこととかでもなくて、でもまあ稼ぎは良かったというか、ちゃんと働けば結構もらえるようなところだったので頑張って働いてたっていう感じなんですけど、まあなんかこう今結果的にこういう働き方をしてるっていうのを見ても分かるんですけど、なんかしらやりたかったんですよ僕は。なんかねこう自分の技術を使ってみたいなのをやりたくて、でもなんか自分にできることって全然なんもないなって思いながら働いてて、で高校の時から僕はギターをやっていて、でバンドをやっていて、まあ高校生の時とかはねバンドで食っていきたいみたいな夢を持ってやってたんですけど、まあそういう流れでこうライブハウスとかとのつながりもあって、でもねやっぱ諦める時って来るんですよ。僕がギターをやめたのは友人のねライブを見に行って、そこのギターの子が同い年だったんですよ。だから別に俺同い年とか知らずに、うわうめえみたいな、俺の友達誘ってくれた友達は年上だったので、うわうめえなこの人うめえなって思って、やっぱちげえなって思いながら見てたら、終わった後に話したら同い年っていうことが判明して、あ俺ギターやめようって思いましたねその時俺には才能はないと思って、でギターを本気でやるのはやめて、でまあダラダラと働いてたんですよ。バンドも本気でやらずに趣味程度というか、まあダラダラとやっていて、でそんな中で僕がカメラを始めたきっかけは旅行が好きで、その時にカメラを持って行きたいなと思って一眼を買ったんですよね。最初に買ったのがニコンの D3100 とかだったかな、本当に初級初心者用の一眼レフみたいな。まあでもあの時は楽しかったですね。あの時はっていうか今も楽しいですけど、なんか初めて一眼買った時はすごく感動したのは覚えてるな。でそのまあ元々そのバンド関係の付き合いがあるってさっき言ったんですけど、その流れでこう一眼レフを持ってるっていうので、ライブハウスとかに出入りはしてたので、こうライブの写真撮ってよって言われることが多くなってって、まあ今の道のきっかけになったっていう感じですね。
最近僕のことを知ってくれた人とかはあんまり印象ないかもしれないんですけど、もともとは僕はライブの撮影をめちゃめちゃやってたタイプの人間なんですよ。もう本当に最初さっき言った通りバンドの友達から撮ってよって言われて始まっていったんですけど、まあそういう流れをやっていくうちにやっぱこう会社で働いてて、まあ何かしらやりたいと思ってるって言ったじゃないですか。っていう時にあれカメラだったらやれるんじゃねみたいな、頼まれるしみたいな、でこう頼まれることが増えてって、まあなんかこうお礼をもらうことも増えてったんですよね。あれこれ俺やっていけんじゃねえかとか思って、まあ今思うと相当にアホなんですけど、まあそれぐらいの気持ちでまあカメラマンになろうかなって思い始めた感じですね。で僕は写真を始めてからそのプロになろう、これで食っていきたいって思うまでがすごく短かったので、趣味でこうね楽しんでる時間っていうのは多分他の人たちよりは少なかったんじゃないかなと思うんですけど、まあこうライブの写真を撮り続けて、まあやっぱ俺本気でやろうっていうタイミングが来るんですよ。でそうなった時に、まあ、決意として買ったのが、それまではニコンのエントリー機種を使ってたんですけど、次はキヤノンの 6D っていうフルサイズの安いやつを買って、でまあそういう道に入ったって感じですね。で結局そのプロカメラマンになりたいって思った時でも、僕の中ではやっぱりライブフォトグラファーってのが強かったんですよ。その時は自分が今現場でね強く関わってる部分としてライブフォトグラファーになりたいみたいなのが強かったので、いわゆる写真館に勤めてアシスタントをするとか誰かの弟子になるっていうのがあんまり感覚的になくて、ずっと独学でいろんなことを調べながらやってました。今思うと全然甘いし、まあもっと効率的なやり方あったんじゃないかなって思うんですけど、あの時はもうひたすら独学でっていうか、まあ今も独学なんですけど、独学で自力でやろうっていう形で動いてました。でそうやってどっかに勤めることもなく自分で勉強しながらね、で会社員やりつつ勉強しながら撮影しながらって過ごして、まあ会社員5年経ったぐらいの時に、あもう辞めようって思って会社を辞めました。でもうこの時が本当に一番アホだったなって思うんですけど、僕前の会社で働いてた時、別にそんなめちゃめちゃいい給料じゃなかったんですけど、なんか残業すれば結構もらえるタイプの仕事だったんですよ。全然写真と関係ない業種ですよ。で、まあ、結構働いてたんですよね。収録で残業もバリバリみたいな、労働基準法とかであれだけど、でもまあ若かったし多少無理はできたし、で働きはもらえるっていうので、まあ、たくさん働いてやってたんですけど、もうバッカバカ使ってたんですよ。お金は機材買うわ車買うわバイク買うわみたいな感じでバリバリ使ってたんですけど、でそんな中で、まあ、独立したいなって思って辞めるって決めるじゃないですか。でもう決めたらすぐ辞めたくなるんですよ僕ってね。なので特段こう貯金をする時間もなく貯蓄なしで会社を辞めたっていうアホなんですよね。本当に本当にね。まあでも多少なりこうお金はなきゃまずいなっていうことで、結局その時は乗ってたバイクを売ったりとか、まあいらないもの機材とかを整理して、で車とかもねこうまあ大きい車売って、まあちっちゃいのに買い替えたりして、こうまあ資金は作ったんですけど、それでもまあ言うて数十万ぐらいのまとまった金にしかならなくて、でも僕は甘いわけですよ。今までこう会社員で守られた立場でお金の勘定もすることなく、入ってきたお金をひたすら使うだけで過ごしてきたので、お金の知識も全くなくて、まあまあまあこんぐらいありゃしばらくやっていけるでしょうみたいな感じでやったんですけど、ここからが地獄だったんですよね。いやこれから独立したいなって思う人に言いたいんですけど、100万は貯めた方がいいですよマジで。っていうかまあみんな貯めるのかな、みんな貯めるんだろうな。今だって同じような展開になるとしたら貯めるもんな。僕は全然貯めてなかったので大変だったんですけど、そうこっからが地獄っていうのが、まあ税金って基本的に前年の所得で来るじゃないですか。次の年にね、去年こんだけ稼いだんだからあなたはこんだけ払いなさいよって来るんですよ。で僕は会社を辞めたところですぐにそんなバカバカ仕事はないわけですよね。っていうかまあ今思うと仕事取れるような技術でもなかったし、なのでこう会社辞めてから1年ぐらいはフリーターやってたんですけど、まあ撮影とかもちょこちょこやりながらね、まあその前年の所得にかかる税金がえぐくて、いくらだったかな、もうあっという間に貯蓄がなくなったわけですよ。いやーしんどかったなあの時期は。まあだからその時はもう本当に税金の支払いのためにとかでバキバキにバイトしてたんで、あれ俺なんで会社辞めたんだっけって思いましたもんね、その時は。その期間は結局写真撮りたくて写真で稼ぎたくて辞めたのに、今全く別のバイトして撮影する時間もないみたいな感じで、いや何のために辞めたんだろうなみたいな感じでした。でね本当に今思えばその間にこう亀足みたいなことをやればよかったんですけどね、なぜかやらずに反骨精神の塊みたいな生き方をしてたんで20代前半は
まあ1年ぐらいほぼバイトだけで生活してるような時期が続きました。でまあ1年ぐらい経って一応ねちょこちょこ撮影は頼まれて仕事としてお金はもらってたので、まあ開業届出して個人事業主になりましたっていうぐらいですね。だから会社辞めて1年経って開業届出してみたいな確か。でもまあそう開業届出したら個人事業主になるんですけど、一応書類上はまあ仕事がない。仕事があってもね1件1万円とかで、まあ月に数件しかないからそんなんじゃ食っていけないよみたいな時期がずっと続いたわけで、個人事業主として開業してしばらく1年半2年ぐらいかっていうのは、まあなんかバイトとかもしながら並行しながらやってたりしました。その時やってたバイト先がねいつ来てもいいよみたいなバイト先だったんですごく助かったんですけど、もう突然入った撮影案件とかですいません明日行けなくなっても大丈夫ですかみたいな、あいいよ休みで OK みたいな感じだったんですごくありがたかったのでしばらく働かせてもらってたんですけど、お世話になりましたあの時は。はい、でまあまあその辺までライフフォトグラファーで食っていきたいなって思ってたんですけど、向いてないなって思い始めたんですよ。向いてないなっていうか、ライフフォトの写真は僕は自分なりにねいい写真は撮れるつもりだし全然撮りますけど、まあなんかそこでの営業の仕方とかこう仕事を広げていくっていう部分に関して僕はあんまり向いてないなって思い始めたんですよね。しかもライブフォトってまあ数がね他の撮影案件に比べたら少ないわけですよ。ありますよそれはありますけど、その他のね膨大な一般人を相手にした撮影とか、まあ、法人相手でもやっぱり数が母数が違うわけですよ。ってなるとやっぱりこう選ばれた人だけというかこう一握りの人が活躍する世界なので、まあ僕はそこで一線で今も撮ってますけど、そこでの収入で暮らしていくってのは向いてないなって思ったので、こう一般層に向けた撮影とか法人を相手にした撮影とかもし始めた感じですね。それで今はやっと食えてるっていう感じです。でそうやっていろんな撮影をし始めた頃にこう知り合いづてで専門学校の講師をしないかっていう話が来て、あ面白そうだなってなって、今専門学校でも講師をやらせてもらってて、次で3年目、今年もね大変な状況なので開始が遅れておりますけれども、今年で4年目ですね。4年目になるんだ。すごいね。はい、そんな感じですね。で僕は基本的にはその撮影の案件っていうのはウェブでの集客に頼ってて、まあいろんな勉強をしたんですよ。ウェブサイトの作り方、ウェブ SEO の対策とか、まあマーケティングとかを勉強して一応なんとかやれてるっていう感じではあるんですけど、まあそんな中でね知り得た知識を使って、まあ、ブログの運営とかもしてて、今現在収入としては撮影とか編集、まあ写真に関わることと、まああと講師ですね、写真に関わること、学校の講師、あとはブログから、まあ、細々とした収入ですけどとか、まあ学校での講師以外にもこうなんか企業さんへのティーチングとかっていうのをやったりしてます。でその撮影の案件に関してもこうライブフォトみたいなエンタメ系の撮影もするし、もう屋号を構えた方で法人の撮影もするし、まあ家族写真みたいなのも撮るしみたいな感じで結構いろんなジャンルを撮ったりしてるんですよ。なのでまあ収入が分散してるっていう意味では今のこういう状況でも多少はこう細々と収入があるっていうのはありがたいなっていう形ですね。まあそんな感じで働いております。はい、もう本当にね、もう本当その独立したタイミングの自分は殴りたいですもん。今もっとちゃんと考えてからにしろって言いたくなるぐらいの感じです。でもねあの頃の自分に本当行動力だけは褒めてやりたいなと思うんですよ。だって5年勤めた会社を辞めようと思って、僕だってもう本当に数ヶ月で辞めましたよ。あじゃあ3ヶ月後に辞めようと思って、あの行動力半端ねえなって思う。貯金もないくせに何の自信だったのって思う。何なんだろうねマジで。今僕29なんですけど、僕29歳なんですけどね、だからそれこそ23、4ぐらいの時に辞めたのか、会社23ぐらいか。恐ろしいよね。今年30になるっていうタイミングでやっぱりこう足が重くなっていってるのは感じるので、あの時の行動力だけは褒めてやりたいなと思いますけど、これから独立するっていう人がいたら本当に100万円は貯めた方がいいですよ。今の収入次第だけど、もう次の年の税金が尋常じゃないんで。そんな感じですね。なので僕のことを昔から知ってる人とかは結構ライブフォトを撮ってる人みたいなイメージが強いんじゃないかなと思うんですけど、今はどっちかっていうと生活を支えてるのはもっと別の撮影であって、でねライブフォトをバリバリ撮ってた時期とかにはそれこそなんか大型のフェス、オズフェスとかサマソニの裏側にも
入れてもらったりしたし、大きい会場とかね、まあナンバーハッチとかゼップ名古屋とか幕張メッセとかオートメッセ名古屋とか、いろんな会場に入れたっていうのはすごく面白い経験だったなと思います。だったなってなんか過去形になるの嫌だけどね、呼んでくださいねなかなかね、みんながみんな経験できるような場所じゃなかったり被写体じゃなかったりすることも多いので、ライフフォトってのはすごく楽しいしやりがいのある撮影だなと思います。なので続けていきたいなとは思ってるんですけど、今は割といろんなジャンルの撮影をしつつ、まあ内容でこうね屋号を分けたり名義を分けたりはしてますけどとか、まあ写真の講師とか、あとはブログ書いたり、なんかたまに執筆記事書いたりとかね、で細々と生活している人間になっております。はい、でまあね、こうやってね新しく YouTube も始めたので、まあここでの発信がどうやってつながっていくのかわかんないんですけど、まあ何かしらねこう自分のためにしていきたいなと思ってやっているので、まあぜひこれからも見てもらって高評価してもらってありがたやって思いながら生きていきたいなと思います。なんかめっちゃダラダラと喋っちゃってね、4月毎日投稿が終わったっていうことでこうやってね節目として自分のことを話しましたけど、結局なんかすごくかっこいい内容ではないので、まあ自分のこと話すのって難しいよね本当にね。ということでこうやってね細々と働いている底辺のフォトグラファーになるので、ぜひこれからもよろしくお願いしますっていうところでこの動画は終わろうと思いますよ。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。宮田でした。またね。